むくみが取れるっていうレシピをね、今日はご紹介していきたいと思います。ダイエットに効く、ね、簡単レシピだから皆さん真似してください。はい、翔子です。はい、今回は切って混ぜるだけでむくみが取れるっていうレシピをね、今日はご紹介していきたいと思います。最近ね、 YouTube を台所で撮るとなぜかこやつがキャンキャン泣き出すので、ちょっと小分けに抱えております。はい、そしたらまずね、むくみなんですけども、今日はむくみをね、まず取っていくっていうところなんですけど、むくみの原因そもそも何なのかっていうことなんですね。まず大きな原因はまず塩分の取りすぎで、日本人って私もそうなんですけど、塩大好きでしょ、ね、塩ないと生きていけないみたいなぐらいの日本人はね、特に塩分取りすぎな、ボトムがあるので、やっぱむくみやすいっていうことと、運動不足ね。で、次にやっぱりホルモンのアンバランスっていうことで、ね、更年期になっていたりとか、あとね、生理前とか、そういったこうホルモンのバランスが崩れやすいでしょ、女性って。なのでその部分でね、むくみやすいとも言われてます。で、男性より、ね、女性の方が筋肉量が少ないので、やはりね、男性より女性の方がむくみやすいし、あとはアルコールの飲みすぎ、私もアルコール大好きなのでね、飲みすぎた次の日顔がパンパンです。そういうことありませんか？もう一つ原因がありました。血行不良です。はい、リンパの流れがね、どうしてもね、滞ってしまうと肩こりだったりとかね、さっきも運動不足にもつながっていくんですけど、血行不良、ね、足が冷たい、手先がね、冷たいという方は、特にむくみやすいと思ってください。で、むくみやすい人は太りやすいからね。はい、で、そういう時にね、これ食べたらいいよっていうのを今日ね、やっていきたいと思います。ダイエットにも効く、ね、簡単レシピだから、皆さんに真似してください。で、まずこの、ね、むくみを取るっていう塩分を、ね、除去してくれるっていう食材をね、今日集めました。はい、まずきゅうりさん、はい、カリウムたっぷりですね。あとアボカド、山芋、はい、それで今回ね、私がよく飲んでいる、私が監修しているキレイ茶をね、必ず私飲んでるんですけど、ルイボスティーがベースになっているので、ルイボスティーもね、すごくね、むくみ取りやすいんですよ。で、なおかつこの中に入っている、はい、クコの実とかね、白キクラゲとか、ナツメ、ね、紅花、サンザシ、美肌効果に高い抗酸化のものと、あと、やはり、ね、むくみを防止してくれるっていうところで、こちらの方を作ったレシピを今日はご紹介していきます。では、早速やってみよう。はいね、ちょっと洗っていきます。はい、まずね、はい、きゅうりもね、すごくカリウムがね、たっぷり入っていて、むくみ取るにはすごくいいんですよ、うん、ただちょっとね、夏野菜なのでね、体をね、冷やしちゃう食材でもあるので、そこはね、ちょっと気をつけないといけないね。なので、私は結構ね、体温めるこのキレイ茶のね、中身を使うようにしてるんですけど、ね、アボカドさんもね、食べ頃って難しいですね。今すごく柔らかくなってるので、美味しい感じかな。アボカドはね、焼いても美味しいですよね。温めても生でも、ね、美味しいから、使い勝手がいいんだけど、気がついたらね、傷んでることがありますよ。結構難しくて、まだね、なんか慣れてなくて料理しながらむちゃくちゃ上手に喋れない。だいたいね、なんか四角にザクッと切っちゃって、食感がね、違うね、野菜をね、入れていくといいかなと思います。トマトちゃんね、ちっちゃいので、このまんま、うん、洗いました。洗ってあるトマトです。はい、じゃあキレイちゃんのこのね、中身を出していきます。よいしょ。ルイボスティーってね、もともと本当に利尿作用もあるし、はい、カリウムもね、ちゃんとね、排出してくれたりします。私はね、今2リットルぐらいお水飲んで、キレイ茶を大体500ぐらい飲むようにしています。はい、そしたらね、ここ、はい、出てきたものをさっきね、飛ばさん入れたのにちょっとね、入れていきます。この中にクコの実とちょうどね、ふやかってる感じになってますので、で、よいしょ、このルイボスティーのね、ティーバッグだけはちょっと捨てちゃいます。食べれるお茶として出しているんですけど、飲みたい時だけが結構最近多くて、中身はこうやってね、料理にしてね、入れることです。で、今、はい、こちらの方に醤油、小さじ2杯、こちらですね、私が使っているのは、私、有機醤油ね、
くし醤油の方と、はい、こちらのごま油塩を2つ入れました。わさび、はい、入れます。これはねお好みで、辛いのが好きだったらね、チューブでいいです。このぐらい入れちゃいます。塩分取りすぎるので、ここで塩入れないようにね、しっかりねこうやってね混ぜて、これをドレッシング代わりに入れていきます。はい、これをね混ぜ混ぜするだけです。あ、すごいね、いい香り。やっぱり日本人ってね、いろんな調味料あるからね、奥深くていいですよね。こんな感じになります。はい、でこれでねもう あとは鰹節かけておしまいなので、お皿どうでしょうかな。はい、じゃあこれに、はい、鰹節かけていきますね。はい、完成でございます。はい切って混ぜるだけで、はい、一品できちゃいました。これでねすごいむくみ取れます。はい、余ったのは、はい、作り置きにはい、させていただいて、これを食べていきます。じゃあちょっと実食していきます。うん、美味しい。山芋のねポリポリと、アボガドのねねっとりした感じとね、鰹節とかね、ココノミちゃんとかがね入ってくるので、いいとこの外食してるぐらいのレベルになっております。で、白キクラゲってすごくね高価な食材で、ほんと肌のね潤いにもなってくれるから、ちょうどね綺麗茶でふかしていくと、ちょうどねいい食べ応えになってね、普段こういうこんな感じの一個あるんですね。これをねさっきのポットとかに入れてね、でルイボスティーの中にね、さっきの美容成分が入ってるエキスもね中に入ってるし、ね、食感が違うと結構ね塩味効かせなくても美味しいんですよ。はい、なので、ね、今回はね日本ですごいよね、はい、醤油とね、麻油ね、でちょっと物足りないなっていう時にわさびと、最後にチラッとこの鰹節、ね、かけるだけで、ね、また味に深みが出てくるので、ぜひやってみてください。でこれにね、すりごまとかね入れてもまたいいし、ね、自分の、ね、足りないなっていう要素をプラスして作っていただいてもいいかなと思います。皆さんどうですか？本当にいつも言ってるんですけども、簡単に綺麗になるレシピって結構ね山のようにあるので、皆さんねぜひね忙しいからって言って、でも特にね忙しくてむくんでて、なおかつコンビニとかね行って添加物が入ってるものを食べちゃうと余計ねむくんでしまうので、あ、明日は絶対むくみたくないっていう日だったりとか、食べ過ぎて飲み過ぎて、わ、顔パンパンとかね、靴下の跡がついてるとか、マスクのね跡がついて戻ってきませんみたいな時は、こちらの方ぜひ食べてみてください。はい、またねコメントの方でね、食べてみたよとか、美味しかったのか美味しくなかったのかぜひともね、ご意見ご感想を聞かせてください。でまた皆さんの、ね、中でむくみには私こんなねいいことやってますよっていうなんか美容法とかあったらね、どんどんまた書いといていただけると、皆さんとねシェアしてどんどん一緒に綺麗になっていきたいと思います。こちらのショコのビビッドな日常っていうのは、こうやってね普段私がちょっとね忙しい時にできる合間で自分が心がけてることをやってることを発信したりとか、皆さんとシェアしながらね一緒に綺麗になっていく、成長していくね番組にしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、もうね皆さん本当にねむくみ取りね、ほんとむくんじゃったら、でも速攻むくみをね取りたいって言った場合は、はい、半身浴してね、お風呂に浸かりながら足の指をねぐるん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 回してください。はい、そうするとね結構ねもう朝私もね、むくんでたみたいな、仕事行かなきゃいけないのにってなってくると、朝風呂で、はい、使って足ぐるん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 って回して、こちらの方食べて、はい、でクレー茶飲んでいくので、皆さんもやってみましょう。はい、次の動画でお会いしましょう。